本チャチャチャと中国頑張るに沸く満員の名古屋市総合体育館です。89ワールドカップフィナーレはメダルをかけての日本中国戦となりました。老沼澄江さんの解説、実況松倉悦郎でお送りいたします。老沼さん、はい、自分たちの力を全て出し切ってここまで来た日本、はい、なんとかメダルを取らせてやりたいもんですね。そうですね、一生懸命やってきましたからね。はい、同じタイプ、しかもスピード高さがやや中国の方が上というので日本にとってはやりにくいかと思いますが、はい、そうですね。しかしあのサーブでですね崩して、なんとか中国のチーム若いですから、あのバラバラにしてですね、日本が戦いやすいようにしていくことが大事ですね。コートを向かいまして、左側日本5番広野理恵、7番田島幸子、1番佐藤一子、2番松下明子、12番斉藤真由美、6番中田久美。コート向かいまして右側の中国、10番巨神、15番李月明、7番蘇慶健、2番李国君、1番ライ・アブン、12番ウタン、以上スターティングメンバーです。今日の主審がパレデスさん、アルゼンチン、副審がフランスのマーティさんです。さあいよいよ日本中田のサーブで始まります。さあこのサーブが一つのポイントになります。そうですね、深いサーブを打った方がいいと思いますが、セッターの蘇慶健、いきなりライトを使いました。高い打点です。李月明、日本はこの15番の李月明、さらに12番のウタン、この2人を徹底してマークしないといけません。そうですね、昨日はあの李月明がですね、ジャンプがなくなりまして動きが悪くなったんですよね。さあ時間差からまず入りました中田のトスです。ネットの幅いっぱいに使う、思い切ってダイレクトスパイク。2番の李国君です。181センチ、83キロ、この人のウェイトを乗せたスパイクは大変重いものがあります。得点が1対0、中国はワンポイント取りました。さあ中田オープンを使います。カシノ、この大会のラッキーガールです。アンダーで上げてもう一度李国君、ブロックは2枚ついています。ヒロの手に当たりました。さあもう一回、今度はコースを変えた、この辺りうまいですね。そうですね、前に打ちブロックにかけて、今度は足を長く、やっぱりあの考えて打ってますね。そうですね、ポイント中国2対0です。2番が松下、李月明のサーブが続きます。これは落ちるサーブ、中田のワンハンドトス、うまく立ち気味に押していました。5番の広野理恵、愛知県の淑徳の出身です。広がですね、今のような攻撃をどんどんこなしてくれるといいんですけどね。はい、1人飛ばしてブロックは1枚です。1人トリックジャンプに飛んで、おっとその前にタッチネットがありました。タッチネットです、はい、日本助かりました。これでワンポイント日本に入りまして2対1。ヒロのサーブが続きます。さあオープンから、オープンオープンと徹底して使っています。今のところ中国の蘇慶健はずっとオープンに打たせてますね。そうですね、やはりまだコンビを出すような余裕がないのかもしれませんね。はい、今年の1月ナショナルチームを組みました。ジュニアから選手を3人入れています。非常に若返った中国、このワールドカップではカシノが当たってるんですね、はい、そうなんですね、もう彼女のことをですね、マークを しようと、はい、あの焦るんですけども、なかなか止められない相手ですね。ダブルクック、ワンハンドで中田が上げている。そしてライトから佐藤一子です。アンダーで蘇慶健、李国君、カシノのレシーブ、斉藤ブロックアウト、今のようにネットサイドでもってブロックアウトを取りに行く、はい、真ん中真ん中で攻めといて、はい、勝負をレフトライトに持っていく。そうですね、やはりあの身長があんまりありませんので、マーカーいっぱいにトス伸ばした方がいいですね、はい、さあこれは打てるか、自分の後ろからワンタッチはありません。斉藤のスパイクはアウトです。それにしてもここまでよく頑張りましたね。本当ですね、得点が2対2、サーブ権が中国です。李国君のサーブ、時間差、ヒロがトリックジャンプに飛んで回り込んで佐藤が打ちました。今日はこの時間差もどんどん絡めていってほしいですね。そうですね、やはり中国としてはですね、ヒロをマークすると思いますのでね、はい、さあ速攻ブロック、よく飛び込んでいます。中国にファインプレーが出ている李国君、これは打ち切れない。10番の巨神のスパイクがアウトとなりました。日本ワンポイント抜け出しています。得点が3対2。この試合はね、やっぱり前半が勝負だと思いますね。
よく拾ってます。中田オープンから斉藤、まだ拾っている日本、バランススマッシュ、斉藤ダイレクトスパイク、さあまだつないでいる、もう一度斉藤、斉藤のスパイクが決まりました。コースをうまく打っています、はい、12番の斉藤。今のようにですね、もうこの5セットマッチということを考えないでですね、この1セットに全部をかけてもいいと思いますね。サーブカットが乱れています。その前にタッチネットがありました。中国にタッチネット、10番巨神にタッチネット。5対2となったところで、巨神監督まず最初のタイムアウトです。さあ得点が5対2となっています。オープンから巨神、今もコースには入っているんですね。そうですね、やっぱりこの日本の良さはレシーブで拾って斉藤に打たせるというパターンだ と思いますけどね。ダイアブンのサーブです。中田が移動してトスが、ちょっとトスが近い、相手コートに入ってしまいました。12番のウタン、この人も要注意人物です。得点が5対3、トスがちょっと相手コートに入ってしまいました。そうですね。さあダイアブンのサーブが続きます。カシノ、中田アンダーで上げる、斉藤、さあチャンスボールだ。もう一度斉藤を使う、難しいトスだったんですがよく打ちました、はいはい、もう一度見てみましょう。どうしてね、こんなに斉藤が決まるのかと言いましたらね、手の振りが非常に速いんですよ彼女、はい、しかし中国の今のブロックは高いですよ、はい、李月明が188センチあります。中国のフォワード、15番が李月明、10番が巨神。さあトリックジャンプに飛んで斉藤、斉藤、斉藤と斉藤へボールを集めています。さあこれはチャンスボールだ。速攻か、一人時間差。ダイアブンからウータンがトスを上げる、巨神のスパイク、ワンタッチ取りました。現在は巨神監督の奥さんになっている張陽峰にタイプが似ていると言われています。そうですね、10番の巨神、コース打ちが非常にうまい選手です。ちょっとタイミングが合っていない、ネットの幅いっぱいに使って、巨神、佐藤一子から、さあ斉藤、おっと斉藤の課題は今のようなトスを打つことでしょう。でも思い切りがいいですからね、あんまり今のミスは気にならないと思いますけども、はい、5対5となりました。今度は落ちるサーブ、中国にサーブで崩されてはいけない。6対5、ワンポイント中国リードで日本がタイムアウトを取ります。さあまだゼロの失敗だ、すでにだ、もうあのね、点を取れるときはね、ゼロから、さあゼロから失敗だという気持ちで作ってくる。いいか、今のフォワードの使い方も悪くない、もうちょっと手際パンとかしてみた、あるいは正面は遅いな、攻めてて相手を余した、アンチバンはあんまり取らない、うん、まだまだ今から気をつけて、気をつけて、そうよし、ね、中国が4ポイント連取したところで日本宗内監督タイムアウトを取りました。朝のミーティングではここまで来ると怪我人が多くなってきているが、人の痛みは自分の痛みだと思ってお互いにかばい合う気持ちを最後まで忘れないでプレーしようと、苦しくなったりするとどうしても個人に戻りがちだけれども、バレーボールの原点はお互い痛み合うところにあるんだという話をしました宗内監督です。さあ切り返して左手で、これがホールディングを取られました。ポイント日本6対6。やっぱり中国に勝つためにはですね、常にリードしていかないといけないと思うんですね。トゥーアタック、ちょっと中国も焦っているようです。総経験がトゥーアタックが失敗、これで7対6となりました。さあ今度はトゥーアタック、中田もトゥーの返し、強気です ね、松下がよく上げました。さあこれで8対6、2ポイント日本がリード。斉藤のサーブです。ライアブンを狙っているサーブ、これは高い、ネット上、ウータンがトスを上げて、巨神、これはネットを越しません、ネットを越さない、ポイント日本9対6となったところで、巨神監督2回目のタイムアウトです。
最高甘さ。もうお前の好きにやっていいから、サーブしてもらったよ。よし、もこもこ、はい、攻めた。向こう、向こうビビってるから付き合ったのかって。よし、今だってね、走れ今だって。手に入れた。よし、頑張った。さあ、よし。向こうがビビっているんだから今思い切って走るという宗内監督です。そうですね、斉藤選手の声もよく出てましたね。そうですね、1人飛ばして、これはアウトです。やることなすこと全てミスにつながってしまいます、はい、中国チーム、はい、あっという間に日本、良くないですね。10点を取りました。さあ、しかし日本は10点からが問題です。中田久美にタッチネット。日本はこの10点から15点までの最後の詰め、はいはい、これが一つの日本にとってはポイントになります。そうですね、いつも申し上げるんですが、ゼロからスタートに切り替えた方がいいですね、気持ちを。中田オープンを使います。柏野、さあブロックをフォローする。今度はライトから披露、右から左からと攻めています。リー・コックンのスパイクが決まりました。レフトからリー・コックンです。87年からナショナルチームに入っています。上海市の体育運動技術学院の3年生。得点が10対7。巨人のサーブが続きます。日本のサーブフォーメーションは、サーブレシーブフォーメーションは3人でサーブを取ります。日本2回目のタイムアウト。よし、勝利だってね、盛り上がるんですよ。さらにね、いつもね、メンバーチェンジを進めてる。メンバーチェンジ強い女だから。冷めてた。イボイボ、ダメだ。マスやつ立ち回った。チャンスだったらチーに入ってみよう。ちょっと外見るよ。次行こう、次行こう、パサ。さあ行くぞ。冷めてた、冷めてた。重いゾンビやって、重いゾンビやで。よし。サーブレシーブでミスをしました佐藤一子に、いいか、メンバーチェンジのつもりでやれ。佐藤一子選手はメンバーチェンジで途中からコートに入った方がいい働きをします。そうですね、その辺のところアドバイスしました。気持ちを切り替えろということでしょう。さあ、これを打てるか。アウト。さあ、チャンスボール中国です。ブロード、これはよくカバーに入りました。斉藤、そして柏野、柏野がインナーに決めています。コース打ちますね、柏野は。決めるようにしてインナーに決めました、はい、もう一度見てみましょう。李月明のフェイントに斉藤がよくカバーに入っていました。ブロックアウト、これはアウトです。2番が李国君、ここで中国が先に動きます。李月明に変えて4番の周光を入れます。李月明選手が変わりまして背番号4番周光選手が入ります。今年の1月ナショナルチームに入ったばかりのオールラウンドプレーヤーです。さあ、ポイント、ちょっと日本がサーブで崩されています。10対9、その差がわずかに1ポイントとなりました。ここでなんとか、ね、こっちにあのサーブのサーブ権をもらいたいところ。斉藤、中田、さあブロック、ブロックは高い。7番セッターのソ・ケイケンがブロックで止めています。もう一度見てみましょう。手がよく前に出ています、はい、中に打ってますね。さあ、これで10対10となりました。斉藤、ちょっとサーブカットが乱れた。ヒロ、オーバーで取る。さあ、ソ・ケイケンはネットの幅いっぱいに使ってブロックアウトを取りました。2番リコックンです。力がありますからね。そうですね、ブロックが跳ね飛ばされますね。中国はワンポイントリード、11対10となっています。これはアウトです。対角線を思い切って狙いました。周光ですがアウトとなっています。さあ、ここでメンバーチェンジ。3番の本郷を入れます。ここでは本郷のサーブ、それからバックでのレシーブに期待をかけたいと思います、はい、ここで2点欲しいです。低い姿勢からのトスアップ、ちょっとブロックの間が空いています。佐藤一子、ヒロ、サーブ権は中国。アンダーで上げる。ちょっとトスが低い。相手コートに軽く返す。さあ、オープンから強打。
2番リー・コックンの強打が決まりまして12対10となっています。さあここが正念場です ね、 そうですね。これはアウト。中国このセット3本目のサーブミスです。橋野のサーブ、いいサーブです。セッターに返ってエピック、おっと2番松下にタッチネットがありました。日本ちょっと焦ってます。そうですね、ちょっとリズムが乗らないですね。面白いもんでバレーボールってのは1セットの間にリズムが行ったり来たりします。そうなんです。これもサーブカットが乱れた。12番の斉藤、もう斉藤に関しては健康状態でも悪くならない限りずっと投手で使うと宗内監督は言っていました。はい、これはホールディングです。初球点のトスがホールディング。さあラッキーですよ。この日本追い上げています。ここはこのリズムを掴んでほしい。オープンからこれはアウト。ワンタッチはありませんでした。乗ってますね。スパイクアウト。12対12。佐藤一子のサーブが続きます。ジャンプと速攻。さあヒロ、あっと、ああ今ヒロが肘で上げたんですが繋げませんでした。中国チームは15番の李月明をフォワードのレフトに入れます。ライアブンのサーブ、さあレフトを使います。斉藤ブロックをフォローした佐藤、チャンスボールは中国に返ります。セッター蘇慶健は時間差を使った。中国は初めて時間差したボタンを使いました、ね、昨日から何かコンビが合わないんですけどね。やはりウタンが調子悪いんでしょうかね。中国ワンポイントリードです。今度はレフトを使う。ブロックアウト。ブロックアウトです。日本は2枚交換。ヒロ、そして中西を入れます。ヒロをフォワードに。10番の中西、この人もいいところで出てサーブで相手を崩します。そうですね、動きが早いですからまた日本のリズムになると思いますけど、はい、さあ見てみましょう。サウスポーからのサーブです。いいサーブだ。オープンを使う。おっとブロックの間が空いている。ちょっと今センターに絞ろうかレフトに絞ろうか、ヒロが迷いましたね。そうですね、やはりあの中途半端なトスですとね、どっちにしていいかわからないんですね。移動しての時間差を見せました。ブロード攻撃もう一度見てみましょう。はい、綺麗に決まってます。得点が13対12。中国わずかに1ポイントリード。斉藤のサーブです。セッターに返る B クイック、この B は高い、そして速い。15番の李月明、10番巨神のサーブです。日本7番ラッキーガンの柏野、セッターの中田。巨神のサーブ、ストレートサーブ、さあ走り込んでヒロ、ライアブンからリー・コックン、佐藤一子が上げる中田、柏野ブロックを自分でフォローした。中田がアンダーで上げてもう一度柏野に打たせるブロック、つなぎがありませんでした。そうですね、やはり何回も中国のブロックが高い、はい、何回も打って何回も決まらないでもう一度粘ってが点になるんですね。中国最初のセットポイントです。中西、中田、オープンから柏野、ブロックを1枚にしました。できることならばオープンのブロックを1枚あるいは1枚ハイぐらいにしてやりたいですね。そうですね、ですからあの前衛のセンターがですね、思い切って本気で飛んでやることですね、はい、さあ日本チャンスだ。もう一度今度はブロックが2枚ついている。ウータンが上げて李月明ブロック3枚。中田これを打てるか。佐藤一子、チャンスボールは中国です。オープンから李国君よく拾っている。さあセンターからヒロ、ブロックの上に当てた。ライアブンがカバーしている。李国君ブロック、粘り勝ち、決まりました。ポイント日本14対13。もう一度見てみましょう。ヒロのブロックが決まっています。中田のサーブ、深いサーブだ。オープンを使う。中田が上げている。懸命に追いかけた佐藤、さあそして
最後はカジノでしたが、もう一歩及びませんでした。しかしあそこまでよく追いますよ。セットポイントは2回目です。得点が14対13。中西、中田、さあカジノ相手のブロックをよく見ています。はい、もう一度。これも1枚だったですよね。そうですね、なんとかこうしてレフトからのスパイクに対しては1枚にしてやりたいですね、はい、コートに日本はマスコを入れました。ヒロのサーブ、いいサーブだ。あーっと勢い余ってカシノにタッチネットがありました。気持ちは分かります、はい、セットポイント3回目、これはアウト。このセット大事ですよ。若い中国に4本のサーブミスがあります。ピンチサーバーはマスコ。さあこのマスコのサーブに期待しましょう。ジャンプトス、レフトからブロックが1枚だ。センターで2人、はい、トリックジャンプに飛んでるんですね。そうなんですね、完全にノーマークになってしまいましたからね、はい、4回目のセットポイント中国、落ちるサーブ。さあチャンスボールだ、誰を使うか。巨人セッターに帰って移動攻撃、これはノーマーク。最後は日本が最も警戒しなければならないウータンの移動攻撃が決まりました。第1セット日本前線及ばず、15対13。まず第1セットは中国が取っています。はい、第1セットはご覧いただいたように残念ながら中国に取られてしまったんですが、ね、いい感じになった時一瞬あったんですけどね、そうですね、もうバレーボールって一つのミスからどんどんこうリズムが狂っていっちゃって歯車がこう噛み合わなくなってっていうのが激しいスポーツですから ね、ぜひ第2セット頑張ってもらいたいと思います。私も手に汗握るように興奮して見てましたから。そうですよね、はい、本当に皆さんもテレビの前の皆さんもきっとそうだと思います、はい、第2セット本当に頑張ってます。第1セット15対13で中国が取りました。試合はこれから第2セットに入ります。コート向かいまして右側が日本、左側が中国です。第1セット10対6と日本リードしたんですが、はい、またまたあの最後の詰めが甘かったですね。そうですね、その点中国は点を取るときには強くなりますね。さあ10番巨人のサーブで始まります。中田のジャンプトス、まず当たっているカシノを使いました。まずレフトからトスを回しています、はい、やはりレフトで行っていいと思いますね。落ちるサーブ、リー月明、アタックラインの後ろからリーコックン。さあ中田、今度はライトを使います。ブロック1枚で止めました。2番のリーコックン、1枚ブロックで止めています。リーコックン、体の幅もありますしね、ブロックの幅もあります。時折中国の留学生の中国頑張るという声援も聞こえます。9000人のこの名古屋市総合体育館。レフトから2番のリー・コックンです。得点が1対0。中国リー・月明のサーブです。おっと、これは日本ラッキーです。サーブカットが長すぎたんですけれども、はい、ラッキーですけどね、ちょっとサーブレシーブが日本悪くなってきてるんですね、はい、日本が後半から終盤点を取られ出したのもサーブカットが崩れたからです、はい、そうなんですね、中国の高新生コーチ、第1セットの印象について、日本チームは守りがとってもいいと、中国はミスが多く第1セット苦戦した、精神的にも不安定になっているけれども第2セットは大丈夫でしょうと、こんなことを言っています。まあ、そういえば自信満々ですね。コシン監督は日本とは何度も対戦しており、負けていないので自信を持っていると。ただし日本はアジア選手権の時よりチームワークも良く守りも良くなっているので、大観衆の前でプレーするので慎重にプレーしなくてはならないと、こんなこと言ってましたかね、はい、そうですね、今までも斉藤選手に、ね、送られるみんなのあったかい声援がですね、彼女をより強くしましたもんね。
中田のツーアタック、このセットは中国が乗っています。第2セットです。李克勲のサーブ、深いサーブ、ヒロ、中田、斉藤、ブロックにかけている。蘇慶健はおっとブロード、さあ斉藤、決めました。周りから池江抹消という声がかかります。高いトス、はい、ブロックは2枚だったんですがうまく打っています。さあもう一度見てみましょう、はい、李月明、蘇慶健、おっとトスが不安定、チャンスです。ポイント日本2対1となっています。ここはフォワードに斉藤がいます。そうですね、オープンから巨人、力強いスパイクを打ちます。すごい音がします。そうですね、サーバーがライアブンです。中田一人時間差、綺麗に決まりました。ちょうど正面にいたのが李月明、はい、最初のトリックジャンプで騙されています。ご覧ください、これはいいサーブだ。対角線上にサーブを打っています日本、ただアウト。さあ2対2となりました。斉藤のサーブが続きます、はい、ここからリードにね、リードを重ねていかなければ勝てません。今度は1人時間差、お返しは李月明、1人時間差、これは決めてほしい。そうですね、1人時間差ごっこという感じでした、はい、李月明が1人時間差をやれば日野も1人時間差。中田、今度はオープンを使う、カシノ、巨人から、さあもう一度巨人に戻します。ブロックアウト、巨人が良くなってきましたね。2セット目、背の低い方の中田の方を狙いましてブロックアウトを取っています。得点3対2。188センチは李月明です。4対2となったところで早めに宗内監督タイムアウト、みんなが走れる余裕を作ってます。点数を取っても取られなくても、取ってもね、取れなくても構わないから、ミスだって構わないから、ね、走ろうと、こいつ一つのムードを作らなければね、今見たことは起こっちゃうっていうか、ムードを作れますよ。みんな止まってる、じーっと止まってる。勝負合いが一つのリズムでできてくるんだから、リズムを作らなきゃダメだ。無理して走れ、無理して声を出す。10月のアジア選手権で韓国に完敗した後、午前3時までミーティングを行いました。ゲーム中に大きな声を出してコートの中を走り回った方がいいのか、それとも冷静に相手の動きを見てそして観察した方がいいのか、今は宗内監督はとにかくコートの中を思いっきり走れまくれというアドバイスを与えました。これは高い、よく拾っています。さあこれをヒロが打つ、李月明トリックジャンプに飛んで巨人ですがブロック、ブロックにかかっている、ヒロでしょうか、ヒロのブロックでしょう、ヒロがブロックに止めている。得点4対3。さあもう一度よく手が出ています。今日のヒロ、今度は軽くブロックに当てた中田、これをヒロが打つ、繋いでいる中国、さすが李月明です、はい、もう絶対絶命という場面だったんですがね。そうですね、李月明がねちょっと折り際に打ってるんですね。あまり調子は良くなさそうなんですけどね。このワールドカップで右の肩を痛めております李月明。巨人のサーブ、日本はアメリカ遠征からサーブカットを3人で取るようにしたんですけれども、はい、ちょっと迷いましたね。迷いましたかね、さあこれで5対3となりました。点を取るのが早い中国、今度は時間差を使った、昨日トリックジャンプに飛ばせて佐藤一歩を打たせました。佐藤も何とかしなければとね、はい、思い切って打ちつけました。そうですね、これはいいサーブです、よく拾っている中田、
そして柏のブロックをフォロー、斉藤がフォローして今度は縦の B を使う。ちょっと今のは無理でした、はい、そうですね、もう一度オープン使ってもよかったですね。そうですね、ちょっと無理な体勢からセンターを使おうとしました。さあこれで5対3、サーブ権が中国へと移動しています。中田、今度は速い B を使う。2番が松下、松下との間の速い B です。やっぱりきちっとセッターに入らないと、はい、あのコンビは使えませんね。そうですね、巨神、蘇慶健、さあリー・コックン、オーバーで中田、アンダーで佐藤一子、ラストボール高く返しています。今度は一人時間差、ライトから、あ、珍しい1番ライアブンのライトからの一人時間差です、はい、この人はどちらかというと B クイック、ブロックで活躍する人なんですけれども、ライトからの一人時間差を見せました。時々 B クイックをやりますよね。そうですね、今度はオープンです。斉藤、ちょっと斉藤が中に入りすぎました。それともう一つ、こうトスが低いような感じがしますね。これでスコアが6対3となっています。速攻、今度はオープン、中田も苦労してね、最初センター使って、はい、今度はオープンを使ってるんですけれども、はい、あのちょっと区別をするといいんですね、速いのと大きいのと。得点7対3となりました。日本チーム2回目のタイムアウトです。ブロックがいいから、ライト行ったらダメだよ。センターのセッターの外側が走るとか、あるいは回り込むとか、あるいは回るような感じして外側ずれるとかね、動き全然動きがない今、それが大胆なの。センターとのコンビの中でね、それからもうカバーしてきてるからね、外側、外側、上とか外側がもっと重きて、ね、それがいいからその次に繋がってくるわけだ。よし、どうした？斉藤に外側、外側、はい、ブロックアウトを狙うというような指示がありました、はい、やはりブロックのいい中国ですからね、ええ、あの作戦を考えないといけないんです ね、 そうですね、移動攻撃よく拾っています。中国、さあ日本の速い攻撃、バックアタック、まだ拾っている柏の中田、今度はオープンを使う、これもアウト、はい、これもちょっと短くて低い。そうですね、どうでしょう、ここで中田を休ませて中西をワンポイント入れるという手もあるんですが、得点が8対3、ね、自分たちのリズムにするためにはあのゆっくりした攻め方が大事なんですね。リー・コックンです。さあ佐藤一子、2で打つ、速攻、縦の B クイック、ライアブン、中田懸命にワンハンドで上げます。しかしチャンスボールは中国へ、李月明から蘇慶健、ライトから打ちます。ライトからウタン、12番のウタンがライトから打ちました。得点9対3、中国は多彩ですね、攻撃が。そうですね、完全に試合は中国のペースになっています。ブロックをフォローしたヒロ、アンダーで上げる。さあ斉藤、ライアブンが長い手で押し込みます。中田、佐藤一子、もう一度斉藤ブロック。レフトからの攻撃はほとんどブロックされています、はい、1番のライアブン、やっぱりタイミングが合ってますね。そうですね、9番マスコがバックに入ります。ここまでマークされましたらね、ええ、やはり他の選手がもっと呼ばないといけないと思いますね、はい、さあ中田、今度はライトを使った、ライトから1枚で打たせました、はい、足の痛い佐藤が本当によく飛びました、はい、得点が10対3です。ゲームセットアップ、サーブポイント、佐藤一子のサーブポイント、もう一度見てみましょう。このサーブ、ソビエトが徹底してバックにいるリー・ゲツメを狙っていましたからね、はい、日本もこのリー・ゲツメを狙っていいですね。ダブルクイックです。高さも速さもあります、中国のダブルクイック。得点が10対4、中国が6ポイントリードしています。リー・コックンのサーブです。さあジャンプトス、ブロックをフォローする。チャンスボールは中国に返ります。誰を使う、 B クイック、タイミングは合っていなかったんですが、1番のライアブンの B クイックが決まっています。得点11対4となりました。
さあここでこのワールドカップ初めて福田を投入します。もう肩はいいんでしょうか。右の肩を痛めていました福田、このワールドカップ初出場です。さあ誰を使う。バックアタックを使った。バックセンターからのバックアタックです、はい、あんまり練習していないんですけれどもバックアタックを使いました。よく打ちました。さあ松下のサーブだ。これはいいサーブ、懸命に追いかけます。さあチャンスボール、誰を使うか。オープンから福田、ジャストミートしていない。あっとブロックの上です。これも当たりが良くなかったんですけど ね、ブロック弾けました。内野分に変えて4番の周光を入れます。10番の中西をピンチサーバーで入れます。得点が11対4。さあ高いトスです。これはダメです。やはり2本ミスがありました。練習不足でしょうね。そうですね。福田に変えて12番の斉藤を入れます。得点が12対4となりました。さあ中田、おっとコンビが乱れました。ボンミスが日本に出ています。中国のサーブの良さでしょう。13対4となりました。なんとかでもここでリズムを自分たちのものにしたいですね日本も。さあ中田のジャンプトス、どんどん真ん中を使っていけばいいんですよね今のように。そうですね。さあ日本はマスコに打たせます。ブロックをフォローする。オープンからもう一度、今度はストレートに。今のようにトスが伸びてくるとストレートに打てるんですね。そうなんですね。見事にねストレート狙ったんですがね、はい、ちょっと外れました。さあマスコ、今度はクロスだ。フェイント、これはネットにかけてしまいました、はい、中国にミスが出ています。さあ日本は第2セットここからです。中田のサーブ、オープンからブロックアウトを取りました。冷静に見て背の低い方の佐藤一子を狙っています。ブロックアウトにおいてはね、日本もうまいはずなんですけれども ね、 そうですね。低い姿勢からのトスアップ。さあマスコ、縦の B、 ブロックについているマスコ、もう一度レフトからリー・コックン、日本にタッチネット。第2セット14対4となりました。中国最初のセットポイントです。10番巨神のサーブ、サーブタックは崩れている。これは打ち切れない。最後マスコのスパイクがネットにかけてしまいました。第2セットは15対4中国が取っています。はい、第1セット第2セットと中国に先手を取られてしまいました全日本なんですが、ねえ、強いですね。強いですね。第2セットだって本当実力を出してきたっていうんですね、でとにかく両方とも同じような感じのチームから拾って拾って粘り強くいくっていう感じですからね、はい、そこで日本が出るためには本当にもう一頑張りという感じがします。コマーシャルの後もご覧いただきます。さん、はい、日本チームが中国を破る条件として、はい、中田が疲労をどこまで使えるかということ、はい、それからサーブで相手のレシーブをどこまで崩せるか、はい、この2つが大きなポイントなんですが、そうですね、第2セットはそれができないまま終わってしまいました、やっぱりそれをさせなかった中国の正確さでしょうね、はい、さあ第3セットです。もう切り替えちゃった方がいいですね気持ちを。そうですね、第1セット15対13、第2セット15対4と中国が取っています。試合が第3セット。日本はこの中国戦にワールドカップのメダルがかかっています。
やはり皆さんの応援をですね、自分たちの力にできるようにしていかないといけないです。さあ一人時間差、一人時間差を見せましたリー・ゲツメイです。リー・ゲツメイがサーブに下がります。落ちるサーブ、この落ちるサーブに日本が悩まされています。一人時間差ですが、これも弱気ですね、はい、ポイント中国1対0。なんとかね、一つね強気なプレーが出てこないといけませんね。そうですね、オープンからリー・コックン、素晴らしい音がします。ヒロがトスを上げてブロックをフォローした。さあもう一度、ちょっとトスが低い、アンダーで上げる、リー・コックンのスパイク、ブロックはブロックはアウト、ブロックアウト、懸命に抑えましたけれども、ポイント中国2対0となっています。ここはね佐藤でいいと思いますよ、はい、佐藤に打たせたらいい。またサーブカットが乱れた、チャンスボールが中国へ帰ります。さあブロード、ライアブンのブロードが決まりました。早くも中国3ポイント連取、ここで宗内監督タイムアウトを取ります。どんどんね突っ込んでいくよく、で今キロにくっついてるから、そこだちょっとねもう真ん中でね思いっきりつけてやるとかね、上につけてる絡みか絡み、絡みを振らないとき相手に向かって絡みだったら時間だから、うん、もうここなんかというのはね、向こうから見てねキロが攻撃するとき、あとね誰もね動いてない、動いてるようだけども、ヒロのところに近くいない。はいはい、はい、蹴ってください。得点が3対0、中国がリードしています。さあここはね、月明、はい、日本が動かないとですね、今まで一生懸命やってきたのがね無駄になっちゃいますもんね。今日は中国これでサーブミスが10本あります。思い切ってサーブを打っているということですね、はいはい、さあ中田、そして思い切って打っていい佐藤一子、あっと長い手、簡単にスパイクを決められてしまいます。トリックジャンプに飛んで時間差を見せました。松下がトリックジャンプ、そして佐藤、はい、ここにねどんどん上げるべきだと思います、はい、ちょうどクロスした形になって佐藤が打ちました、はい、リー・ゲツメイからセッターに入る、あーブロックの低い方を狙われました。2番がリー・コックンです。ヒロ、中田、さあそして斉藤、蘇慶健、巨神です。ヒロ、佐藤一子がトスを上げて斉藤、斉藤のスパイクはワンタッチありました。斉藤のスパイクワンタッチありです。リー月明からセッターに帰る、ブロック、飛んだ、さあダイレクトスパイク、やっぱりどんどん攻めないとダメなんですよね。そうですね、松下がダイレクトスパイクを決めました。このきっかけ作ったのはね、3対1となっています。佐藤一子さんですよ。おっとエークイック、これは高い187センチのライ・アブンのエークイックが決まりました。ちょっとお見合いしてしまいました。チャンスボールは中国へ、ブロックは1枚です。さあ1枚では利用されますね。10番が巨神、これで4対1。さっきあの攻めができたんですからね、もう一度同じような攻めが欲しいですね、はい、日本にも。鹿島から中田、オープンです。ブロックは1枚、中田もう一度オープンを使います。今度はクロスに打ちました。ネットの幅いっぱいに使って、10番の巨神、さあ斉藤のフェイント、いいところに落としました。
斉藤のフェイントが決まりました。強打が決まらないと見るや、やや苦し紛れだったんですが、はい、フェイントをうまく落としました。松下のサーブです。さあブロード、佐藤一子はコースに入っている。これを打てるか、うまく打った、これはうまく打った。後ろから上がってきたトス、体をひねるようにブロックアウトを取りました。やっぱりトスがね、たくさん上がってですね、はい、あのサイトに調子に乗させるような形を取らないといけないんですね、はい、もう一本ですよ。フェイント、フェイントを2本決めました。ああ、ペルドモ監督が言っていますね、はい、キューバのように強くアタックするしかないと、中国を破るには、はい、今の日本はレフトを中心に打っているけど、もっと他の場所を使わないと攻められないと。やり方はね、自然とかでも受ければ、ロックアウトしてもいい、いろんなやり方があるからね、もうフルに行くんですよ、アタッカーは、ね、トス上がったらもう、あとはブロックに対してどうするかっていうのはね、アタッカーの責任だからね。違いますよ、ゼロの状態で嘘とは、ね、ないんだよ。名古屋市総合体育館、9000人のお客さんからウェーブが巻き起こっております。これは日本頑張れのウェーブです。さあブロック、巨人のスパイク、おっとワンタッチありました。思わず手が出てしまいました、はい、7番のカシノです。それだけスピードがありますね、スパイクに。ウェーブの波はまだまだ続く。長い長いウェーブが続いています。得点が4対3、第3セット日本が追い上げています。さあオープンから巨人、ブロックは1枚、アンダーで上げる、中田がトス上げて、カシノスタンディングでフェイント、カバーに入りました。ウータン強打、10番巨人の強打です。足の長い攻撃に、ええ、ちょっと惑わされてますね、はい、得点が4対3です。サーブ権が中国。さあ広ブロック、おっと188センチの李月明の手に当ててしまいました。広のジャンプが今一つなんです、空中で腕を斜めにしていますよ、はい、男性のようなブロックをします李月明。オープンからカシノブロックアウトを取っているが、さあこれは李国君です。ブロックに当てているんですけれどもね、はい、これで6対3、中国は点を取るのが早い。日本のスパイクはですね、ブロックに当たりますともう次はチャンスボールになるんですよね。その力の違いがありますね。さあ場内から今度は日本コールです、はい、橋野のスパイク、これはアウト、アウトです。7対3となりました。ここでメンバーチェンジ、ヒロに代わって杉山を入れます。ヒロのポジションに杉山を入れています。佐藤一子、中田、さあ鹿島ブロックは高い、速攻鹿島がフォローする、もう一度鹿島のスパイク、あっと1本じゃ決まらないんだから、ブロックを必ずフォローしてやらなきゃいけない。8対3となりました。ここで2度目のタイムアウトです。後ろ側は下がって外側開こうとするから間に合わなくなるんで、コートの外側開こうとするから間に合わなくなるんで、そのまま下がって向こう側向いて走って打ってくれる、コートの中で下がる。いやいや高めでいいんだよ、今の球場は高めだけど間に合わないよ、うん、さあどう、今からだ今からだ、アケ動け、まず動け、まず動け、得点が8対3となっております。村内監督、タイムアウトは2回を使い果たしてしまいました。さあ中国10番巨神のサーブです。さあチャンスです。かなり思い切ってサーブを打っているんで、今のようにダブルトともあるんですが、ポイントも多い中国、はい、1人時間差。さあカシノ、中国もよく拾っています。
そして李克勲、今のような強いスパイクには思い切って締めないと結局ブロックアウトを取られてしまいますね。そうなんです。そしてね、1点取りますとね、中国の選手の方がすごい喜び方があるんですね、はい、これでまた盛り上げますね。宗内監督もしきりに走れ走れと言うんですけれども、はい、オープンから柏野、まだ拾ってつないでいます中国。さあブロード、杉山のブロードが決まりました。はい、変わりました。もう一度見てみましょう。杉山ですね。そうですね、よく打ってます。ヒロに代わってコートに入っている杉山が打ちました。神戸ユニバー金メダルの時のセンタープレーヤーです。さあジャンプと1人時間差、ワンハンドで上げた。さあこれを柏野が軽く打ちました。しかし粘ります。中国いいレシーブです。時間差、これも拾っています。10番の巨神李克勲、中国に粘り負けしています。しかし中国のレシーブもいいです ね、もう諦めないですもんね。サーバーが7番のソ・ケイケンです。セッターが移動してトス上げる、これがドリブル、サーブカットが乱れました。9対3となっています。佐藤一子、サーブカットがまた乱れた。さあ佐藤、これは苦しい。サーブカットが乱れると日本のコンビバレーができなくなります。10対3となりました。今度はブロックです。中田ももうどこを使っていいか分からなくなっています。11対3、柏野に変えて益子、はい、さあここでですね、益子がなんとか立ち直らせてくれるといいんですけどね、はい、現在中国は7ポイント連取しています。益子からフリークイックです。松下がどうにか押し込みました、ね、はい、さあ益子のサーブ、ダブルクイック、得点が11対3、中国がリードしています。試合が第3セット、サーバーが李克勲、永田のワンハンドトス、2番の松下が打ちました。もう一度見てみましょう。よく助けましたよね、苦しいトスを。 C から D へと移動しています。まあものすごい音がします。10番の巨神のスパイク、はい、やっぱりレシーブっていうのは今のを上げないと、そうですね、レシーブにならないんですよね。1番ライアブンです。中田オープンを使う、ブロックは1枚、さあ1枚にすればなんとかします、はい、さあここでメンバーチェンジです。松下に変えてサーブのいい中西を起用します。中学時代陸上ハイジャンプで全国大会で6位になりました。身長163センチ、身長分だけ飛んだというんですからジャンプ力があります。ブロードよく抑えた。12番の斉藤がよく抑えています。さあ斉藤が読み上げてきましたよ、ね、そうですね。さあ中西のサーブが続く、これもいいサーブだ。アンダーで上げる、アウト、ワンタッチはありません。10番巨神のスパイクがアウトとなりました。ポイント日本11対5。さあ早いテンポで攻めていってほしいですね、はい、これもいいサーブだがアウト、わずかに長すぎました。得点が11対5となっています。このサーブは丁寧に、ウタンのサーブです。中田ブロード、ライアブン長い手でレシーブ。さあそして巨神ブロックアウト。これだけボールが重いんですね。そうなんです、手は出ているんですけれども、巨神がですね調子が良くなりますと本当に手がつけられないですからね。中田のツーアタック、
よく分かります。でしたけれども相手コートに落ちました。さあ斉藤のサーブです。おいいサーブです。ブロック、サーブで崩している日本、日本にブロックが出ました。もう一度同じ場所を攻めた方がいいですね。行きました。さあ今度はレフトを使うブロックは1枚だ。調子に乗り出しますとね、今のようにリズムを切られてしまうんですね。そうですね。得点が12対6です。佐藤一子、中田、オープンからブロックは1枚。もう一度見てみましょう。中田のサーブです。これはいいサーブ。アタックラインの後ろからと下げる李国君、中西、中田、さあ斉藤粘る日本。もう一度斉藤、斉藤がブロックアップを取っています。12対7、その差5ポイントまで追い上げました。これ真っ向ですよね、はい、今レフトで打ってるのは、ええ、おっとブロックは3枚飛んだんですが、はい、ちょっと早すぎました。得点が12対7。サーバーが李月明です。このサーブもね、ええ、軽そうに見えて重さがあります。さあマスコ、これはこれはワンタッチはない、ワンタッチはない。ブロックの上を狙ったんですがワンタッチはありませんでした。ポイント中国で13対7となっています。李月明のサーブ、サーブカットが崩れた。さあこれ打てるか、突きすぎ。もう一度、おっとトスが、トスがちょっと近い。さあ14対7、最初のマッチポイントです。14対7、最初のマッチポイントを迎えました。中西、中田、ジャンプトス。さあ思い切って打ったが、このスパイクがアウトとなりました。結局第3セットは15対7、第1セット15対13、第2セット15対4、第3セット15対7、中国が日本を下し89ワールドカップ銅メダルに輝きました。日本は惜しくも4位に終わりました。小沼さん、はい、第1セット日本は健闘したんですが、はい、第2セット第3セットやはり中国が強かったですね。何か疲れてしまったような感じを、ね、持ちましたけれどもね、それだけ、はい、あの中国のですね、正確なブロックとそれからレシーブも正確ですね。そして力スピード、これがほとんどもういいところが全部出たと言っていいと思いますね、はい。まあ、あの日本チーム昨日のペルー戦までは本当によくやったんですがね、もう気力も体力も全部使い果たしたという感じでしたね。そう思いましたね。この1セット目だけがね、ええ、まだ余力が残ってたというそんな感じがしましたけども、はい。まあ、それにしてもあの一人一人故障者も多かったんで、ええ、実質10人で戦ったんですけれども、よくやりました、ええ、もう斉藤なんていうのはですね、はい、本当に若い力でね十分ね発揮して、ええ、もう満足だと思いますね、これだけ打ち切れば、はい。まあ、あの中田久美選手もね、はい、全日本のユニフォームを着るの、あるいはこれが最後じゃないかとも言われてますけれども、はい、そうですね。やはりそれぞれが一番いいところで、ええ、いい時に戦おうと、はい、そう心がけてたことがこのチームを一つにしたっていうことかもしれません、ええ、このワールドカップでは斉藤真由美というね、新しいスターも誕生しました、はい。まあ、斉藤選手これからはですね、名前だけでなくね、本当に力をつけてほしいですね。そうですね、また うまさも加わると思いますね、はい。日本チーム一人一人本当によく頑張りました。それにしても今度のこのワールドカップではキューバが強かったですね。強かった、これはもうダントツでした、そして銀メダルのソビエト、はい、ソビエトもちょっと弱さが途中でありましたけれどもね、蘇りました、はい。3位が中国、はい、そして日本は前線いたしましたが4位、
ロスのオリンピックで銅メダルを取って以来メダルがなかった日本、なんとか銅メダルをというみんなの期待があったんですが、そうですね、それが応援に現れたと思いますね、はい、しかし日本チーム本当によく頑張りました。解説小沼澄江さん、実況松倉悦郎でした。はい、メダルをかけて中国との対戦だったんですが、セットカウント3対0で残念ながら負けてしまいましたね。しゃあないですね、なんか力の差ですよ。まあ簡単に言ってしまうとそうですけどね、まあまた今度ね、はい、あとは世界選手権が来年ありまして、それでまた92年にはバルセロナオリンピックと、1年2年では無理でしょうそんなことないんですよ。じゃあバルセロナオリンピック目指して頑張っていただきたいと思いますが、まだまだ番組の方は続いてまいります。日本対中国の試合が割と早めに終わってしまいましたので、ね、本当に残念だったんですけれども、まずはその全日本の女子チームの選手にインタビューを取ってありますので、まずそちらからお聞きいただきたいと思います。インタビューは全日本キャプテンの佐藤一子選手、そして本当に頑張りましたセッターの中田久美選手、それからこの大会本当にスターと言ってもいいでしょうね、ショートカットの18歳の斉藤真由美選手にお話を伺ってありますので、そちらからご覧いただきたいと思います。しました。いや、キャプテンとしての評価はね、本当に0点に近いと思うし、ただもう、はい、もうみんなで仲良くっていうか楽しくできたから、もうチームとしてはね、今のチームに対してやっぱ満点近くね、上げたいっていうかね、もらいたいっていうか、はい、じゃあ自分のプレイヤーとしての評価は、ちょっとなんか肉離れとかいろいろありましたんで、思ったように動けなかったんですけど、うん、まあそこそこかなと、まあ、本当はねもっと大林ぐらいねできればいいんでしょうけどね。ずずしずずし、あ、はい、はい、じゃあ、最後に、この大会をやってやり終えて一言。いや、なんかもうすごい大会でした全て応援もそうだし、自分たちの試合の、ね、内容もそうだったし、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。久美、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今回ね、トスを上げて、どうだった？そうですね、まあ、自分のコンディションはまあまあで、まあ、チームの状態もなかなか良かったし、表彰式まで、そうですね、いちこさんが言ってたようにもう力以上のプレーができたと思います。私が感じるにね、韓国戦で自分のプレーが吹っ切れたんじゃないかなって気はするんだけど。その通りですね、やっぱりカナダ戦ではかなりプレッシャーを自分でも感じてたし、まあ、韓国戦が全てだったといえば、うん、そうですけど、はい、自分の思い通りのトスワークっていうのはできた？まあ、今日の試合は抜きとして、まあ、それまでの、うん、何戦まででしたっけ、ペルー戦までですね、はい、それはもう思った通りにいたと思います。今日は弱気のプレーばかりで、うん、思うようにできなかったんですけど、振り返ってみて本当に楽しかったです。私も何にもわけわかんないでね、81年のワールドカップやってわかんなかったからできちゃったんだけども、なんか怖いもの知らずの感じがしたんだけど、やっぱり怖くなかったでしょ？そうですね、先輩たちが本当いろいろフォローとかしてくれるんで、信じて精一杯やってきました。高いブロック気にならなかった？キューバとかやっぱりソ連とかはすごく高さを意識してたんですけど、他は案外でもミスが多くてでもこっちから見てみたらね、よくブロックが見えてるんじゃないかとか、攻撃の組み立てがものすごくちゃんと頭の中でできてんじゃないかって思うようなプレーを随所で見せてくれたんだけど、それは意識してやってた？やっぱりベンチからの指示とかでいろいろみんなにアドバイスしてもらいながらやりましたけど、お客さんがたくさん入ってどうだった？本当にこれもなんかみんなのおかげでたくさん来てくれて嬉しいです。はい、こうしてインタビュー聞いてますと、まさかコートで相手選手とこう同等に渡り合ったとは思えない、こう優しさといいますか、可愛らしい感じがしますよね。ね、可愛いじゃん。ねえ、うん、町やから陰気やりますの？あんでね、本人が楽しかったというのは、脇を勝とうが楽しかったには楽しかったらよかったねと。そうですね、まあ、この大会非常に体力も使いますしね、いろいろな面で勉強になったんじゃないかと思いますが、まあ、これからも日本チーム頑張っていってほしいと思います。ルイス率いるキューバが負け知らずの7勝0敗、素晴らしい成績です。
ソウルオリンピック金メダルのソビエトはキューバに負けましたので6勝1敗で2位ということになっております。そしてこちらが表彰式の模様です。はい、こちらが優勝しましたキューバ。本当にルイス選手のジャンプ力には目を見張るものがありました。1978年の世界選手権以来12年ぶりの金メダルです。実力はナンバーワンと言われながらもロサンゼルスやソウルオリンピック不参加と泣いてきただけに、この日本での金メダル大変嬉しいのではないでしょうか。そしてこちらが個人賞の発表です。スパイク賞はもちろんキューバのミレイア・ルイス選手。ルイス選手どうですか。僕人ですね。そしてこちらがもう泣いてますけれども、セッター賞で日本の中田亜美選手。やめんの、引退かというね、話も出てたんですけれども、感極まってという感じでしょうかね。残念な感じもしますが。そしてレシーブ賞です。レシーブ賞は全日本キャプテンの佐藤一子選手。実はこの選手左足の肉離れでずっとテーピングしてきたんですけど。あ、言い訳。そんなことないですよ。でもテーピングを取ったら歩けなかったそうです。あ、言い訳。まあこの笑顔でなんとか救われたんではないでしょうか。そして、ベスト6というのも選ばれたんですが、全日本の中田選手もこのベスト6の中に入っております。キューバのルイス選手やソビエトのオギエンコ選手とともに、こちらのご覧の6人が、ベスト6ということになりました。さてですね、あさってからは大阪でワールドカップ89男子の試合が始まるんですが、初戦は日本対韓国戦ということで、無難なところからやろう。いや、でも韓国も粘り強いですからね、全日本も頑張っていかないといけないと思います。今日のゲストは島田紳助さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。それではこの辺でお別れしたいと思います。